若干緊張したよね。俺なんか若干緊張したんだけども緊張しました。なんか、なんかそう久しぶりに水の呼吸ってこう言えるかなみたいなそうそうなんかねなんか妙に思ったよね。そうなんですよ、そこが ね、 でもなんかすごい体にやっぱ染み込んでましたね。そうね。ただまだ予告編じゃ伝わりきれてない魅力っていうのがもうすごくあるので、もうとにかく見ていただきたいですね。うん、アフレコはどうでしたか。え何ですか。なんか僕はすごくいいアフレコだったと思っていて、本当役者同士のすごい化学反応というか、もう一人がこう本気をもう出したものならそれを上回るような勢いで、そうね、もう演技してやろう、もう叫んでやろうとか、そういうやっぱ気合がもう皆さんにあって、それがぶつかり合ってできたものが無限列車編だと思っているので、早く本当に見てほしいですね。そうね、俺これで声優人生終わってもいいと思ったね。いやそう、もうなんか明日のこと、まだ終わらせないで、明日のこと考えられなかったですよね。いや確かにね、収録中はね、これ以上行ったらまずいっていう時が来たのに、ガーンって来るから、もうもうあーもう知らん明日なんかみたいな感じになってもでも本当にあのテレビシリーズからね、変わらず、なんだろう、演じている我々としても本当なんでしょうね、魂を込めてというか、まさに命を削ってぐらいの勢いでやってたんですけど、劇場版はでもさらにだったよね、やっぱりね。さらにでしたね、本当に。キトさんはいかがでした。そうですね、もう私もすごくなんかアフレコ自体も皆さんで集まってするのが鬼滅のアフレコは久しぶりだったので、それがまず嬉しかったですし、でもなんか始まるまではわ久しぶりだなっていう気持ちでいたんですけども、始まったらもうみんなすぐに炭治郎、伊之助、善逸、禰豆子が降りてきて、もうなんかいつもの感じに戻れた気がして、そこがすごく嬉しかったなって思いましたね。まあ、若干緊張したよね。俺なんか若干緊張したんだけども緊張しました。なんか、なんかそう久しぶりに水の呼吸ってこう言えるかなみたいなそうそう、なんかねなんか妙に思ったよね。そうなんですよ、そこが ね、 ね、でもなんかすごい体にやっぱ染み込んでましたね。そうね、涼しい。しかもなんかちゃんとモーションもしっかりされてますよね。そうなのよ、そうなのよ、すごいな、すごいな、クオリティが高すぎる。嬉しいな、なんかこれねえ、あ、なんかバリバリ誕生だな皆さん実際にお会いするのは初めてと言いますね。初めてですよ、初めてですよ、初めて。いやなんだろう、テンション上がりますね、なんかね、すごいね。ちょっとおどおどしてるよね。ずっとおどおどしてる。もう少ししっかりしろよ。しっかりしろよ。すごい。すごい。楽しい。シュノさんとリンクしてますね。あ、ネズコ。かわいい。ネズコかわいいな。ネズコちゃん。楽しい。今猪之助ホワホワしてます。一人で。ホワホワしてる。ずっとホワホワしてんだ。いきますよ。5、4、3、2、1、点灯。おー